皆さんこんにちは、ゆきでございます。本日が6月の24日、時間が14時15分ということで、いつも通りね、動画を撮っているんですが、ちょっとね、皆さんに、申し訳ないです。謝罪とですね、訂正と、していきたいなと思うんですが、本日ですね、6月の24日、もう当日のね、ドタキャンという形になって本当に申し訳ないんですが、21時から予定しておりましたライブ配信を、ちょっと本日は申し訳ないです。私の、一身上の都合により、中止をさせていただこうかなと思って今現在動画を撮っております。まあ、理由としましてはちょっとね本当に私事で、になりますのでになるんですが、僕のですね、大好きで大好きでもう本当に、もう尊敬しかなかった先輩ですね、テニスのコーチをしてた時の先輩、まあ、僕が沖縄のお父さんって呼んでた方なんですが、40歳っていう若さでね、ちょっと事故で亡くなったっていうね、連絡が入りまして、ちょっと元気に、笑いながら、皆さんとおしゃべりをするっていう、精神状態に持っていくことがちょっとできませんでした。ので、今日はね、ちょっと申し訳ないです。中止ということで、次のライブ配信はまたね、ちょっと後日、改めてまた予定は組んでいこうかなと思いますので、せっかくね、楽しみにしていただいた方もいらっしゃると思いますので、ちょっとね、こういった形でご報告ということをさせていただこうかなと思いました。はい。ね、ちょっと締めっぽい、お前いつもの勇気ちゃうやないかいってなったと思うんですが、ちょっとね、本当に、もう今でもね、ちょっとこう、我慢の限界が、もう、堤防がね、ダムが決壊しそうなのでね、ちょっと早めに、動画の方はさらっと終わらせていただけたらと思うんですけど、はい。というわけで、ちょっと、本当に申し訳ないです。楽しみにしていただいてた方で、なおかつね、プレゼントキャンペーンとかってもう言ってたんですけど、ちょっとその告知もね、今日のライブでね、やろうと思ってたんですが、そちらもちょっとできかねてしまいますが、必ずね、通常の動画の方でね、キャンペーンの、告知などなどは、やっていきますので、引き続きね、チャート分析もしていきますので、ちょっとごめんなさい、精神的に落ち着くお時間をいただけたらなと思います。申し訳ありませんでした。はい。で、一応、僕の目線だけ、さらっとだけお伝えしておきます。今現状まだ、エリオット波動のね、第3波に、行くんじゃなかろうかっていうところ、今、ギリギリ 0.382 のね、トレンドが強い場合、サポートされると言われているラインでね、踏みとどまっておりますというところで、今からまだ、3波が出てくる可能性がありますので、まあ、引き続き上昇目線では変わらず、ロングでポジションは、取っておりますよというところです。はい。で、一応、どこで、じゃあ、損切りしていくのかっていうところですけど、日本円で101万円っていうところですね。まあ、要は、フィボナッチの618を割ってきたところで、損切りという形に、しておこうかなと思いますので、そちらね、ぜひ、参考にしていただける方は参考にしていただいたらいいんじゃないかなという感じでございます。はい。ちょっともう本当に、喋り続けると、決壊しそうなので、ダムが。ちょっと今日はね、これ本当に短い動画になってしまいましたが、以上で終わっときたいと思います。はい。今日はね、本当に楽しみにしていただいていた方、皆さんね、急な、ドタキャン中止となってしまいまして、本当に申し訳ありませんでした。ちょっとね、心中お察しいただければというふうに、締めくくらせていただきまして、今日の動画は以上で終わっときたいと思います。はい。まあちょっと、不謹慎にはなりますが、今日の動画でね、ですね、ね、ちょっとこう、笑ってお話しするなんてことはちょっとできませんでしたので、はい。まあ、ただね、ちょっとね、予定も組んでいただいてた方もいらっしゃるでしょう。9時にね、予定を開けて、さあ、ライブ配信見ようって思ってくださっていた方もいらっしゃったと思うので、こういった形でね、動画でね、ご報告の方はさせていただきましたので、そちらの方でね、ご理解、ご了承いただけたらなと思います。はい、それでは、次の動画、もしかするとちょっと明日もね、気持ち的に動画を撮れる気持ちに持っていけない可能性もありますが、ちょっとね、気長に、次の動画をお待ちいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。
もうすでに、僕の LINE アットの友達追加、もしくは、チャンネル登録はお済みでしょうか。僕のね、LINE アットの方では、僕がね、厳選した稼げる情報っていうのをね、随時配信しておりますので、ぜひね、友達追加をして、そちらの情報をね、ゲットしていただけたらなと思います。チャンネル登録がまだの方はね、こちらのチャンネル登録ボタンから、登録してください。あとね、おすすめ動画こちらから見ていただけますので、こちらもぜひご活用ください。ということで、またね、次の動画もしくは、ライブ配信などでお会いできたらなと思います。またお会いいたしましょう。バイバイ。